日清食品チキンラーメン。チキンラーメンの生みの親で日清食品を起こし、世界の即席ラーメンの父ともいえる安藤百福氏が2007年1月の5日に死去されました。この人なしではアイラーメンネットも存在しなかったはずです。ご冥福をお祈りします。揚げ麺に付属品なし、チキンラーメンはいつものチキンラーメンでした。